釜飯の荻野屋行きます。といってもお腹空いてないんですよね。とりあえず店の前に置いてあるシルエティを見に行きます。釜飯はまだ食べられない。あ、看板ありました。ここです、ここです。うおー、86もいる。すげえ。ちょっと記念撮影。前来た時この看板なかったんですよ。新しい看板になってました。それからね、あえてこういう古い看板に戻しました。こっちの方がいいですよね。さらにね、シルエイティが置かれて、その次に86が置かれました。86は知らなかったな。こちらがシルエイティ、これですね。この女性がマコさんです。これずっと池谷先輩もあったんですけどね、池谷先輩来ないんですよね。最終的にここでターンしてね、どっか行っちゃいました。そのすぐ後に池谷先輩来るんですけど、あ、ナンバーは架空のナンバーだ。イニシャル D のナンバーです。マコって書いてあります。中もすごいレーシング仕様になってます。でこちらが86。このナンバーは生きてそうですね。紙コップは乗ってない。記念撮影しておきます。はい、満足です。反対側から撮影してみる。ここで怒りのターンはできないですけどね。荻野屋って入ってます。ちょっくら覗いてみます。お腹が減ってないんで、このまま薄い峠行っちゃいます。旧薄い峠はこっちでいいのかな。おそらくこっちです。もしかしたらいけないのかもしんない。メガネ橋まで通行か。くー、いけないんだ。残念症だ。とりあえずメガネ橋まで行きましょう。この先土砂流出。メガネ橋はどっちだっけ？こっちか？間違えました。戻ります。こっちは薄いバイパスだそうです。こっちは新しい道なんですね。めんどくさいことになったな。いや、さっきのところ同じだぞ。ここか。ここ左行っちゃったんだ。宿場の街道みたいな感じがするんですよね。薄い峠を越える前にこれ止まったのかな？峠の湯なんてあるんだ。21時までやってます。食堂峠。
これより薄い峠、薄い峠に入っていく。これはどっちだ？こっちだ。力持ち。食べたいんだけどね、お腹がいっぱいなんですよ。メガネ橋の先まで通行可能です。とりあえず今回薄い峠走るのやめましょう。メガネ橋を向いて帰ります。なんてこった、こういうことがあるのか。せっかくここまで来たというのに。カーブ12。カーブ13。121が有名なカーブです。まだまだ先だな。カーブ15。カーブ18。カーブ20。カーブ21。狭いな。カーブ23。カーブ25。カーブ26。カーブごとに番号が振ってあると面白い。これ27。これがメガネ橋。熊野平駐車場まで行けるみたい。駐車場なんてあったかな。とりあえず行ってみる。カーブ43。121までは無理かな。ここは45。47。ここは48。49。
落ち葉がすごいな。バイクは危ないのかもしれない。よいしょよいしょよいしょ。この辺が熊野平。ナビでバツが出てますね。もうちょっと先です。あ、熊野平駐車場。熊野平です。平ではなく熊野平でした。熊野平駐車場近くです。カーブは79、有名な121までは行きませんでした。すごいカーブだ。来ました。あ、ここが通行止めですね。全面通行止め、土砂流出のため。残念、ここまででした。この先土砂流出のため当分の間通行止めです。ご協力をお願いします。軽井沢方面へ通り抜けできません。残念。ここもね、結構泥が溜まってます。水峠はね、また次回です。だからそうそう来ないですけどね。そしてあのバイクは何だろう、どこ行っちゃったんだ、謎です。下りも撮影しましょう。水峠熊野平から下りです。さっきスープラだか86が行ったんで、それを追いかけましょう。嘘よーん。のんびり行きます。では行きます。熊野平駐車場から下りスタート。カーブ81です。枯葉がすごい。カーブ77。
おほほー、すごいカーブだ。スポーツカー3年生でしたね。よいしょ。あ、メガネ橋です。歩行者に注意、メガネ橋です。歩行者に注意だ。カーブ13、すごいカーブだ。ゲームみたいなカーブ。
お食事どころ、喫茶、ここはゴールですね。力持ち。というわけでね、水道下下り短かったですけど、以上です。ゴール、やっぱりここ宿でした。中山道坂本宿、ここで休んでね、朝早くから碓氷峠を越えるんでしょう。今でもね、すごい宿っぽいんですよね。ガッテン行きました。ガッテンガッテン。ではね、もう一回改めてね、下っていきます。なんでしょうね、一本道で両側に建物がある感じかな。あ、坂本宿。古い建物もあるんですよね。こんな感じです。